東京臨海副都心お台場ヒルトン東京お台場ヒルトン東京お台場は東京都港区台場に所在するシティホテル2015年10月1日ホテル日光東京から改名されたバブル期の1988年に打ち出された世界都市博覧会構想ではほとんど未開発地帯で占められていた東京テレポートセンター地区が開催地に決定しそれに合わせ 都が1990年8月に実施した東京テレポートタウン事業提案に伊藤忠商事を代表企業とする東京ヒューマニアグループが都市型リゾートホテルを提案し11月に当選した伊藤忠商事は事業を推進するにあたって日本航空佐藤工業とともにホテルの所有経営会社として1991年3月に 東京ヒューマニアエンタープライズを設立し、約600億円を当時都市型リゾートホテルを建設。運営は JAL ホテルズへ委託する形で、1996年3月12日にホテル日光東京の名称で臨海福都心の宿泊施設第1号として開業した。だが、都市博は1995年に都知事に当選した島幸の公約により撤回され、 周辺には UR 賃貸住宅、東京都住宅供給公社の公社住宅、ダイバフロンティアビル、デックス東京ビーチなどしか建設されず、ハスム海のホテルグランパシフィックメリディアンに至っては、一旦建設を中断し1998年にようやく開業している。開業当初より未曾有の平成不況が深刻化する過程であったため、バブル期に計画された。 ホテル建設費用を含めた有利支付債額が膨らみ、2004年2月にヒューマニア社は民事再生法を申請し、事実上倒産。産業活力再生措置法に基づく事業再構築計画により、第三者割当増資と債務の株式化を実施し、営業を継続した。その後、経営再建が急務となっていた日光は、 ヒューマニア社の再構築実施計画が終了する2007年3月に、同社保有全株を米投資ファンドのエイトスキャピタルに約250億円で売却し、共同出資している伊藤忠商事も持ち株分を段階的に売却した。この後に株を取得したエディオットマネジメントは、ジャルホテルズの運営に満足せず、2015年3月20日、ヒルトンワールドワイドとマネジメント契約を結び、 それを契機に、名称も10月1日からヒルトン東京をお台場に改められた。2017年11月、シャム会のグランド日光東京台場を保有するヒューリックと不要総合リースが2020年東京オリンピックに向けて、訪日客の宿泊需要が一段と拡大するとの判断のもと、エリオットから土地、建物を600億円強で取得した。 しかし、外資系ホテルの運営ノウハウを取り込むため当面、保有する計画だったが、ヒューリックは、買い手が見つかったとして、2019年4月、ジャパンホテルリート投資法人に624億円で売却した。これに伴い、運営会社もホテルマネージメントジャパンに変更となった。アーバンリゾートホテルを計画コンセプトに据えた、長尾の利子による設計は、 リゾート生演室のために全客室から海を見渡せる客室配置とし、潮風と触れ合える外部バルコニー、外部テラス、屋上テラスが多用され、客室廊下は中廊下式を避けて明るい方廊下とし、建物は会場や対岸から柔らかいシルエットとして感じられる印象的な形態となっている。2階メインロビー前の車寄せは、 ロータリーの進行方向とは逆のスロープを登らねば、ならず、一般客は乗り入れられないようになっている。客室は5階から15階に配置し、大きく分けて、レインボーブリッジ方面と品川ふ頭、大井ふ頭方面の2方向に分かれ、レインボーブリッジに面した客室は海岸沿いにあるため視界を遮るものはない。宴会場やチャペルも完備され、ウエリングは、 年間1000件以上行われていた。台場駅を接続する形で、各方面へ、ペデストリアンデッキが整備されている。駅周辺は立体だが、各場所で1階、道路にも降りられる。アクアシティを、台場富士テレビセンタープロムナード、東京テレポート駅、お台場海浜公園、ウェストプロムナード、テレコムセンターヒルトン東京をお台場2階、台場駅グランド日光東京台場2階。 ありがとうございます。